皆さんこんにちは、今日は仕事の帰りに隅田川沿いを散歩してみました。こちらのスタジオに来るの2回目なんですけれどもね、帰り道この隅田川沿いの、遊歩道を歩けるのでお気に入りでございます。この日はね、あいにくの曇り空で雨もパラパラっていう感じだったんですけれどもね、それでもまあこんな感じのね、気持ちいい遊歩道を歩きます。もう最初から今日は歩くつもりで来たのでね、足元はがっつりスニーカーで固めました。こんな可愛いお花も咲いてました。まあ緑が綺麗ですよね、鮮やかです。そしてね、ここあのトラックがあるんですよ。この日もダッシュをしていた親子がいました。はい、まあマスクでね、歩きます歩きます。さあ奥にスカイツリーが見えるはずなんですけどね、残念ながら今日は見えませんね。こんな感じの美しい遊歩道でございます。ちょっと近づいてみましたけれども、やっぱりスカイツリー見えませんね。はい、こんな感じのお天気でした今日は。で、諦めきれずにさらにちょっと近づいてみますけれども、やっぱり上の方見えませんでした。さて現在この辺りにいるらしいです。今日は浅草橋まで歩こうと思ってます。両国橋ですね。これ何なんでしょう、橋かな。ここからも一応チャレンジしましたが、やっぱりスカイツリー今日は上の方を見ることができませんでした。車の通りもまあそうだな、いつもがわからないんですけれども結構空いてるなっていう印象ではありました。だいぶね、インカメラの使い方にも慣れてきましたが、さて、両国の郵便局のところを曲がります。で、この橋を渡りながらの隅田川支流でございます。で、今日の、散歩の目的の一つ、なるとたい焼き本舗さんでたい焼きを買うこと。これね、一回買って食べたらすごく美味しかったので、家にいる夫にお土産で買っていきたいと思います。こちらのたい焼きはですね、これでございますよ。あの尻尾の方まであんこがこんな感じ、中はこんな感じなんですけど、あの入ってまして、でね、カリッサクっていうこのね、尻尾のこの皮がね、美味しいんですよ。いやーちょっとね、食べるのが本当に楽しみなんですけれども、はい、浅草橋に到着しました。今日はね、ほんと久しぶりに散歩ができました。雨でしたけれどもね、気持ちよかったです。